リクルートスーツの女性のヒップラインめっちゃ大好き、どうもっす。いや、最近結婚しました、どうもマムです。今回ですね、こちらユニクロで爆買いをねしてきました。一体これ何が入っているかというとですね、新社会人になる方も多いと思いますので、今回ですね、普段の仕事で使えるオフィスカジュアルな服、そして入学式とか、あとは入職式っていうかな、入社式かとかでも使えるね、ちょっと綺麗めのね服を買ってきました。あとは結婚式とかでも使える綺麗めなね服をね買ってきたんでね、僕からもうユニクロでオフィスカジュアルはいいんじゃねってね提案をさせていただきます。164cm 55キロの結構細身なね体型の僕に合うサイズ、パンツが XS とかをね買ってるんで、オンライン限定のサイズでございますので、その辺とかねサイズ感とかもね参考にしていただければ幸いでございます。ではね、一緒に開封楽しんでいきましょう。では本編領域展開、じゃあこちら開封していきましょう。ちなみにマムはね就職したことはないんですけど、入社式とか楽しそうやもんな。まあ楽しくないと思うけどさ、留年した女性の就職先のその入社式後の合宿でめちゃくちゃやったみたいないう話を聞いて、うわ入社式って夢あんなってそう思ったんやなだからぜひね、僕機会があればチャンスがあればね、最初の入社式後のね合宿には参加するんで呼んでくださいはい、最近結婚しました、あざす。ということでやっていきましょう。奥さんに見られたくない動画1位や。ってことで今回はねこちらですね、ジャケットとかをね買ってるんですよ。見せていきましょう。はい、こちらでまずねジャケットを買ってきました。開封していきます。はい、まあもちろんねしわくちゃですが、こちらね着用する際はアイロンしていきます。お名前が感動ジャケット、コットンライクでございますね。 77% ポリエステルの複合繊維で、 23% が純正のポリエステル、裏地がねついておりまして、裏地もねポリエステル 100% でございます。作りとしてはこちら裏地がないタイプでございますが、ここのたまに見える部分だけは、だからこの辺ですね、この辺だけは一応裏地がついているアイテムでございます。でこちら今回ね 164cm ってことで、サイズ S サイズを買ってきております。肩幅が若干広いので、もしかしたら S じゃちっちゃいかもしれませんが、なぜ S を選んだかというとですね、割とねこう伸縮性が効いてるんですよ。なんで多少まあ肩幅が広かろうが多少太ろうが、社会人とか学生生活ってこうやっぱ生活が変わっていくから太りやすいっていう人もね多いんですよね。僕はこう持病で太りにくい体型やねんけど、太りやすいっていう人も多いから、そういう時にねこういう伸縮性のあるものは非常にこう嬉しいですし、プラスで仕事って言ってもね幅広いんで、動きやすい方が何かと嬉しいってこともね多いと思うんですよ。そういう時にね伸縮性のあるジャケットっていうのですね、非常に嬉しいポイントかなと思います。じゃあこちらね後ほど着用していきましょう。続いてはこちらですね、シャツを買ってきました。これすごいんですよ、ミートね、うわすごいわ、着れる袋やこれ、初ちゃうユニクロで僕で買ったん、着れる袋で、これねこの試着するときにこの透明なプラスチックのやつがめちゃくちゃあってさ、試着しにくいでおなじみのこの謎の肩、これによってね形が崩れへんからええねんけどな、試着は鬼しづらいし、もう取り返しつかへんわな、これ一回取ってもらったら店員さんに、あすいませんって言いながらねしてもらいますけども、言うてますけどもね、こちらねスーパーノーアイロンストライプスリムフィットシャツでございます。 100% コットンで作られているんですが、特殊なね加工をしていますので、アイロンせずともシワがねつきにくいアイテムでございます。今はねこう梱包から出したばっかやから、シワはもちろんめっちゃついてんねんけど、この後ねアイロンしていけばシワも取れて、そのシワが取れた状態をキープしやすい加工をねしているというシャツでございます。やっぱねこう忙しい中、シャツのこうアイロンをし直してね毎朝こうやるっていうのはなかなかしんどいから、こうやってノーアイロンの加工をねしてくれてるっていうのはサラリーマンとかには非常にね嬉しいんじゃないかなと思って、一応今回も買ってきました。サイズ S でスリムフィットのセミワイドカラーっていうものをね選んでおります。であとはボタンダウンの形もねあったんですが、僕はこっちの方が切れ目はね印象を受けたので、サラリーマンのスーツイコールねやっぱ切れ目で着たいってことで、こちらはねボタンダウンではないねレギュラーカラーのものを選んできております。若干こうワイドに広がっている襟が可愛いよね。でこのストライプもねちょっと細いんですけども、まあちょっと上品ですよね、こう太すぎるとローソン感が増すんですけども、細いストライプってことでね、これは非常に着やすいんじゃないでしょうか。あと1500円払えばオンラインだとね袖の丈の調整もできて、僕もねしようかと思ったんですが、1500円払うのねチキってしなかったです。やるべきやったかな、リクエストがあればね今度します。1500円で結構やったって、いいランチ食えるじゃん、じゃあいいランチ食うわと思ったけど、リクエストしてください。はい、
続いてはね、こちらユニクロでなんとシルク 100% のネクタイも買えますってことでね、こちら買ってきました。シルクネクタイ67ブルーのアイテムで、シルク 100% のくせに1990っていうね、めちゃくちゃ安いです。2000円以下で買えるシルクのネクタイでは、まあ、一番ね、状態がいいっていうか、そもそもシルク100のネクタイを2000円で買えるっていうのはまあ奇跡やからね。ぜひユニクロの、ね、ネクタイ、僕これ3本目なんですけどもね、皆さんね選んでいただけると間違いないんじゃないでしょうか。まあコスパという面では間違いないとね思います。でね、ネクタイにシャツだけやと夏場クソ暑苦しいやんけってね、あ落ちた思うかもしれへんけど、今回ねこちらポロシャツも買ってきております。なんとね、今までそのユニクロのレビューかで999件以上の高評価をもらっているこのシャツなんですよね。やっぱユニクロっておしゃれな服、ユニクロ U とかの服ばっか紹介してるけどさ、こういうベーシックなアイテムがほんまにこう評判いいんやなってね、それを見て感じました。こちら商品名がエアリズムカノコポロシャツでございます。でボタンダウンのタイプをね選びました。多分これはねポロシャツで多分雑く着て、まあ洗濯もよくすると思うんだけど、そういうサイズにね襟がこうボタンダウンじゃなかったらさ、ボタンがついてないと多分襟がこうくるくるねこう巻いたりしまなったりさ、結構管理がむずくって、でこう顔周りの襟って一番人の目につくとこやから、そこがこうぐちゃぐちゃやとすごいだらしない印象とか、仕事がねできないんじゃないんかなっていう印象にねなり得るんですけども、このねボタンがついてることによって、それを楽に回避できる、アイロンをせずとも回避できるっていうのはいいとこかなとね思います。今回ですねこちら2990円のアイテムでございまして、サイズがね S を買ってきております。 51% 目 49% ナイロンの素材を使っております。ナイロンもね使っていますので、非常にこうさっぱりね着れるアイテムかなとね思います。60ライトブルーのねアイテムを買ってきました。今回買ってきたジャケットがネイビーだったので、それにね合わせるために一旦ね超無難なねブルーを買ってきております。続いてはこちらですね、ドライカノコポロシャツをね買ってきました。こちらもねさっきの水色のねポロシャツ1枚だけじゃ普段のねオフィスカジュアルとかの服装に幅がないっていうことで、今回こちらねグレーの、しかもさっきはナイロン結構多かったんですが、今回 72% 綿 28% ポリエステルのねアイテムを買ってきております。なんでさっきよりもかなりこうカジュアルっぽい雰囲気をね持っております。でボタンダウンでもないのでね、襟元の管理はさっきよりは難しいとは思いきや、素材は結構特殊で、もう結構バリバリにね固まってるんで、しばらくはまっすぐね着れると思います。で今回サイズ S をね買ってきました。もちろん普段着にもまあギリギリ使えると思いますし、仕事のねオフィスカジュアルの服としては最高にねかっこよく決めてくれるんかなとね思いますのでね、よかったらこちらもこの後ね着ていくんで参考にしていただければ幸いでございます。でね、ジャケットのセットアップのパンツをねもちろん買ってるんですよ。で感動パンツコットンライクでございますね。さっきのジャケットのセットアップになるねパンツでございます。今回ねまた下67センチでこちらですね裾上げをしていただきました。担当してくださったね藤井さん、石塚さん、星野さんですね、本当にありがとうございますと。で鎌田さんが最後に何かしらのチェックをしてますね。鎌田さんといえばあの GU 動画のね PR さん、その人かもしれん。こちらですね、サイズがオンライン限定の XS を買ってきました。このチャンネルではですね164センチの僕がですねかっこよく着れる服をたくさん紹介してるんですが、ぶっちゃけユニクロの S って僕からしたら若干タイトに着る分には若干大きいものが多いんですよね。オフィスカジュアルスーツっていうとタイトに着た方が僕はかっこいいと思ってますので、今回サイズねウエストで言うと70のものをね買ってきました。レングスが73のアイテムですが、73でも長いので67センチにね今回裾上げしております。じゃあこちらもね最後に一緒にね着用していきますのでね、よかったらサイズ感とか参考にしてください。パンツの構造としては非常にねシンプルで、プラスチックのね開閉しやすい YKK のチャックがねついていて、ポケットもまあまあ大きくて、生地に関してはジャケットと同じで若干伸縮性がねあるんで着ていて苦しくないと、プラスねポケットもね後ろもついてますので、まあ、最低限の機能はね全部ついてるって感じで、センタープレスもねもちろんしてくれてますので、しばらくはねセンタープレスもね綺麗に入ってくれてるとは思います。センタープレス取れてもねアイロンでね
また付け直せばいいので、非常にねパンツとしては完成度が高い、プラスで399というねめちゃくちゃお安い金額帯ですので、コスパもねめちゃくちゃいいと思います。今はね動画中にこう喋るためにねタグが付いていますが、もちろん着用するシーンでねタグを取っていますのでね返品してないんでご了承ください。こちらねドライの素材を使っていまして、水分を素早く吸収して乾燥させる繊維テクノロジーと、汗をかいてもすぐに乾くのでサラッとした肌触りが続きますと。やっぱ今回の時期さ、もうめっちゃあったかいねんか、今って4月1日現在めっちゃあったかいねんけど、こういう、ね、湿気をすぐ逃がしてくれるっていうのは、蒸れちゃうとね匂いの原因とかにもねなっちゃって嫌やから、こうやってねすぐこう水分をね乾かしてくれるっていうところはいいところですよね。で続いてはこちらですね、 T シャツ1枚の上にジャケットを着る日ももしかしたらあるんじゃないかと思って、まあ、普通に僕がね欲しいスープマコットンクルーネックティーをね買ってきました。まあ、前回は黒を紹介したんですが、今回はねネイビーのねジャケットと合わせますのでホワイトを買ってきております。 T シャツの上に着る時ってあるんかな、オフィスカジュアルって。まあ、ポロシャツとかのイメージか、なかったらごめん、なかったらまあ無視してください。じゃ普通にねこのスープマコットンティーは名作ですのでね、ぜひ紹介したいです。こちらねあのスープマコットンっていうね非常にこう細い糸で作られていますので、まるでシルクを感じれるような、それぐらいひんやりしたね生地感なんですよね。ひんやりしてるし若干ツヤ感があって上品で、シワはつきやすいんですけども、その分ねかっこよさがやばい T シャツなんですよね。これが1500円では到底他のブランドでは絶対作れないんですよ。絶対まあ4,000〜5,000は絶対してくるですけども、やっぱユニクロはね大企業っていうことで長くねこう生地を買って、それをねこう大量生産することによってコストをね抑えられて、さっき1500円って言いましたが、こちらね1990円でした。値上がりしてましたね。でもまあ2000円以下で作れてるのもすっごい奇跡なんでね、こちらはほんまにねあのコスパ求めたい、いい T シャツが欲しいって方はスーピナコットンっていうのはね僕が非常にお勧めしたいアイテムでございます。働いてるとね、人によっちゃ会社に泊まり込みで働かなあかんとかもね言う人もしかしたらまあいるかもしれへんっていうことで、今回ですねその泊まり込みの際にですね快適に過ごせるねウルトラストレッチのスウェットのセットアップもねご準備しております。僕がね普段ジムに行く用の服が欲しかっただけやねんけど、泊まりにねあとこう社会人とか学生生活ね、まあおそらくきっとね女の子がね急に家に泊まりに来る時もねあると思うんですよ。でこうやってねあの備えですね、こう普段からきれいめなね部屋着を用意しておくと、泊まりに来た、ね、女の子に着せて、ね、あげれますのでね、ぜひこちら余分に部屋着が用意しておいてね損はないと思いますね。前なんかの動画のコメントでさ、備えあれどプレイなしっていうコメントあってさ、めっちゃうまいなと思ったけど、僕もねそうでした。備えだけはあっていつもプレイにならないんですけどね、ただね用意しとく分には損はしないし、ぜひねあのジム着にお使いください。言うたら簡単なスウェットのセットアップやねんけど、裏地も起毛していないね裏毛のスウェットでございまして、肌触りがいいんですよね。かつこうめちゃくちゃ伸びやすい生地っていうことで、これはね普段の部屋着はジム着にぴったりってことでね買ってきてます。生地もねもちろん薄いので、今から着てもね全然やっていきますのでね、部屋着と運動着が欲しい方はぜひねこちら買ってみてください。トップスが 95% 綿のポリウレタン 5% と、パンツももちろんね多分そうです。パンツもね綿 95% ポリウレタン 5% で、やっぱウレタンがね 5% 入ってる分ねもう伸縮性が半端ないですね。マジで餅みたいな服。 M サイズ買ってきまして、上下でね3990円と、セットアップでね4000円で買えますので、こんなコスパいいねこうスウェットはないんでね、マジでこれはおすすめです。経年変化とかもちろん楽しめへんと思うけど、部屋着運動着には持ってこい。ってことで今回買ったアイテムをね着ていきましょう。はい、ではねアイロンもしたのでね、今日の紹介した服を着ていこうとね思います。でねまずねその前に今日のファッションチェックってことで、僕は低身長男性向けにブランドをやってまして、164センチでちょうどよく着える服がねなかったっていう経験からね洋服を作らせていただいてて、そのね今日はチェックシャツとスラックスをね着て動画を撮影しております。よかったらね僕とね同じように身長で悩んでる方ですね、ぜひチェックをお願いします。では早速ね着ていきます。さっきのねパンツはそのままでポロですね着てみました。着丈がね長いんですよね。多分そもそもこのポロシャツを着るシーンも多分オフィスカジュアルであろうって断定しているのか、着丈もかなり長いので、まあ、タックインをね前提として作られているのかなとね思います。なんでね、まあ、タックインをしていきましょうか。はい、タックインをねして着てみました。これならオフィスでも通用するんじゃないかな、まあ、オフィスを知らんやつが何言ってんねんって感じだけどオフィス
室でも、ね、通用すると思います。 S でね、結構まあサイズ感いい感じですね。一見きつそうに見えるかもしれへんけど、ストレッチ性がすごい効いてるんで、 S でもね全然切れますね。でも着丈が長い分ね、こうタックインしても服がねこう出てきちゃって大変とかいうのもねないので、非常に雑に普段オフィスカジュアルで着る分にはめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。でまあこのままちょっとね帰り飯行っても別におかしくはない格好やから、まあ、意外とねなんか着てみてなんか思ったよりかっこいいんちゃうかなって思ったね。やっぱこういう定番の服は大量生産もされているから、生地とかのコストパフォーマンスもね高いと思うんですよね。でこれが2990円か1990円か覚えてないけど、どっちかで買えるっていうのはねめちゃくちゃ安い確認性、ここに書いてますわ、はい、確認性やけど、まあコスパめちゃくちゃいいな。意外にこれねやっぱ普段のオフィスカジュアルシーンで活躍しそうや。これで一回就活してみようか。で次にこちらですね、スーピマコットンティーの M のホワイトを着てみました。やっぱねこれも着丈長いよね。 M やからより着丈長いんですけどもね、一応こんな感じでございます。この後にねメインのジャケットパンツをね着ていきますのでね、ぜひまあ少々お待ちください。このねスーピマコットンクルネクティーは着心地がめちゃくちゃいい。これ2000円かってほんますごいね、マジですごい。着丈が長いんでタックインをねする方はぜひこれをお試しください。ちなみにねタックインしてみたらこんな感じです。やっぱり、ね、着丈長すぎるんでタックインしないとしんどいけど、白 T タックインしたらただの部屋着感みたいな、なんかちょっとおじさん臭い感じにもなっちゃわんかなって心配なので、これする場合はアクセサリーめっちゃ余分につけるとか、ちょっと別の支度を試せへんと結構むずいんかもしれへんけど、皆さんはどう思いますか。はい、こんな感じですね。ほっせー XS 着てみました。細いけど裾上げ67、ローファー履く分にはジャストじゃん。僕の短足にぜひ僕と同じような短足の方はね参考にしてください。これで XS やねんけど、低身長の細身の僕でもベルトがね必要ないんでね、その点でも非常におすすめできますね。で僕やっぱこんな細いパンツ履いたの久しぶりやからめっちゃなんか違和感あるけど、普段のこうオフィスカジュアルと思ったら上にジャケットを羽織ればねまあいきますね。ってことで、まあ、いよいよこう本番で皆さんもね楽しみにしていたであろうジャケットをね着てみました。いかがでしょうか。シャツがねそれだけが結構調整できてなかったんで、そこだけが心配でしたが、まあなんとかなってますよね。ボタンは多分これ締めた方がかっこいいね。クッとね縛った方が多分かっこいいわ。クッと縛る、はい。ってことでね、クッとボタン縛ってきました。ネクタイ結ぶのにね10分くらいかかってんけど、普段線から今日は、ね、こちら着てみました。パンツがね 70cm の XS で、また下 67cm で、靴がローファー履いてるんでね、まあ全くこう身長は持ってません。なんでねよりこう 164cm の実際のサイズ感とかをね参考にしやすいかなと思います。でジャケットが S をね着ております。何もねサイズは調整しておりません。 S サイズですね。まあちょっとゆったりめで着れておりますね。 XS でも多分着れますが、まあまあ S でいいかな、うん。で、ね、脱ぐとシャツがねスリムの S を着ていて、ネクタイがちょっと2センチぐらい短い気もするけど、これ正解わからへんかってちょっと短いよな。まあちょっとね短いですが、まあ許してください。S でもねスリムタイプですが、特に窮屈感もなくね、第一ボタン閉めた時がちょっときつかったけど、まあシャツってこんなもんやろって思ってね着ております。いかがでしょうか。これモテそうやな。ちょっと銀座じゃなくて有楽町のさ新橋のちょっとコリドー街行ってナンパしてこうかな、仕事終わりのふりして。でね、ジャケットとパンツともに伸縮性がすごい効いてるんで、めちゃくちゃおすすめっていうか楽っすね。楽っす。入学式と入社式とかもねぜひね着ていってください。いいね。ローファーじゃなくて普通のプレーントゥーとかでもいいかな。ポロシャツを着てね、ちょっとネクタイを取ってカジュアルスタイルもね着ていこうと思います。はい、なんか、ね、一気に老けた気がするけど、いかがでしょうか。僕はさっきのグレーのやつの方が好きだったかな。こちらはね結構ツヤ感のある生地で、この変な水色が着る前は変って思わなかったけど、着たらちょっと変に見えてきたな。これ変な水色がその老化を加速させてるんかもしれない。さっきのグレーのやつの方がパッと見は似合ってた気もしますね。はい、いかがでしょうか。まあでもね、こうボタンダウンやし、こうなんか簡単に綺麗めに見せたい、かつ涼しく過ごしたい、そういう方にはねおすすめできますね、うん。まあ絶対別にさ、そんなん毎日着るもんやけどさ、オフィスとかで別に格好つけへんでいいよとかいう方はね全然これでいいと思う。そんな毎日か格好つけてたところでさ別に昇級せんやろだからね、昇級僕はすると思うんですけどね、せんと思った方もね多いと思うんでね、よかったらこちらも、うん。僕はドライカノコの方が好きやわ。でポロシャツにジャケットを着ていました。ボタンダウン
ンの結構襟周りがしっかりしてるポロシャツだけどさ、ジャケットと合わせたら相性いいな。で第一ボタンを取るとね、こんな感じですね。取って切るんかな。これは確かにポロシャツのこうボタンダウンのいいとこが出てますね。こう襟が立つからジャケットと相性いいよ。まあやっぱ老けますね。もうジジイやなこんな。ジジイとか言ったらあかんけど、もうジジイやんな。ドライカノコ一回聞いてみよう。やっぱドライカノコのグレーの方がやっぱ似合ってる気するわ。どうすかね。これはタックインしなくてもギリギリ、まあこのパンツやったらギリギリやっていけてるか。まあもうした方が綺麗よな。はい、タックインしてみました。あーもうだいぶいいっすね。いかがでしょうか。やっぱこっちのドライカノコの方が僕はカジュアル面に近いから、 100% 面に近いから、着ていて普段着に近いからしっくりきますね。でグレーの色味もね、おじさん臭すぎることなくね着れてるんでいいと思うんですけども、問題はジャケットとは相性いいかなってことっすよね。若干こうカジュアルなんで。はい、こちらジャケットをね着てみました。さっきのポロシャツの方が襟が立って出て綺麗めに見えたけど、これはこれで別にもう悪くはない、あかんくはないよな。だから別にまあ好みって感じかな。僕はこっちの綿っぽい方がよりこうカジュアルっぽくて、僕の力の抜けたコーデが好きなんで、そういうとこから見るとこっちの方がいいかなとね思いますね。うわーこれ売れんちゃう。僕紹介したら紹介料欲しいわ。ぜひね、164センチの、まあ、僕は低身長でね着るジャケットとセットアップ困ってたんですが、ユニクロでもええんじゃないかっていうね提案をさせていただきました。平均身長でも高身長でもね、高身長は何着ても似合うかねとか言うてますけどもね、誰でもね似合うと思うんで、よかったらこちらチャレンジしてみてください。サイズも振り返るとね、こちらがジャケットが S、 トップスのポロシャツ系は両方とも S で、パンツが XS の股下67センチですね。ウエスト70センチのアイテムの股下67センチの補正で仕上げております。よかったらこちら参考にしてください。ジャケットがちょっと何もね補正してないんですけども、この脇下とかがちょっともうちょいこうシェイプ絞られてる方がこうかっこよかったんかなと思うけど、まあ、あんま細すぎてもね、ちょっとでもあと1センチぐらいか、これぐらいだったらいいねんけど、ちょっとこのままやとちょっと太いにねつくが残念やったかなと思うけど、まあでも XS にしたら窮屈感増すと思うから、まあこれはこれでいいでしょうってことでね、いろんなね体型の人がおるんで、細いね華奢な体型の僕とかに合わせていっちゃうと売れづらくなっちゃうんでね、そこはいいと思います。ではね、今回もご視聴いただきましたらしゃ、ではまたお会いしましょう。以上アリベッテルシ、バイバイ、アッシャー。